リート、ソッシュのラジオ歴史小話、じゃが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 、思わずシェアしたくなる歴史の話。はい、ということでね、まあ、前回からクロムウェルとピューリタン革命という話をしていますが、はい、まあ、ピューリタン革命のね、うん、あの背景的な話を前回して、うん、まあ、いきなりクロムウェルが出てきて、はい、勝ったぜとすげえ軍隊作って勝ったぜっていう、うん、まあ、そういう話で前回終わったんですけどいや、このクロムウェルの前の週、あの戦国の主君の話したじゃないですか。はいはいはい、はい、まあ、あの時はなんかその主君それぞれのなんか強さとか、その源泉たる触覚との関わりとか、それもね、あの4人いて4者4様というか、いろんなエピソードがあったんで、まあ、クロムウェルにもその5人目じゃないですけど、なんかそういうエピソード欲しいなっていう欲求が湧いてた。そうだね、なんでそんなクロムウェルがあっさり国王の首取っちゃったのっていうところそんな簡単じゃないでしょみたいなそうだ ね、はい、そうだ、気になるなと。そのクロムウェルが強かったっていうのはね、うん、はい、これはまさに彼が熱心なピューリタンだったっていうところが強くあるわけですよ。ピュアにキリスト教を、まあ、あの信じていたっていう、信じている人物、はいはい、うん、そんな人物が自分の組織を作る、はい、彼が作った敵対っていうのがめちゃくちゃ強かったわけ、うん、はいはいはい、豪遊の人なんてね、クロムウェル敵からも呼ばれて、ほう、かっこいいじゃない、豪遊の人みたいな、え、呼ばれたい、うん、え、豪遊ってなんか たくさんお金使って酒飲んで遊ぶとかそういうことじゃなくて、ああ、そっちの豪遊じゃなくて、豪田武の豪に、はあ、はあははあ、鋼のなるほどなるほど、あ、それはめちゃくちゃ強そうだ、鋼の勇み、うんうん、勇気、豪遊の人ということで、はい、そう、豪田武士豪田武士の豪だ、まあ、強そうですよ、すごいイメージがきますよ、強だからもうなんか鉄の人って感じなるほど、鉄の人だから、うん、そこの鉄の人っていうところはその軍隊の規律もめちゃくちゃ厳しかったわけ、うんうんうん、まあ、当時の世界において、うん、まあ、今も、まあ、どの世界もそうだけれども、うん、軍隊っていうのは荒くれ者がいる場所だよね、はい、まあ、どうしてもね、日本においてもその米兵の、うん、いろんな問題とか起きたりとかしますし、うん、やっぱりこう軍隊っていうのは気が立っているので、うん、はい、で、うん、荒くれ者だったりとかするわけなので、当然治安、はい、その規律というもの、うん、まあ、好き勝手ねやって騒いで不良集団というのをね、うん、イメージしてもらえれば喧嘩も強いかもしれないという中、うん、ピューリタンのクロムウェルは、はい、冒涜ね、はい、汚い言葉遣いするんじゃないよと、ほう、神様が見ている、はいはいはい、ね、飲酒、はい、もってのほかだ、おお、いや、でもそんななんか堅苦しいルールとか言葉遣いまでなんかあれこれ指示されるのなんかすごい堅苦しいし、なんかだるくないですか。まあ、さに今ね、現代社会においてもリモートワークの問題とかあるよね、はいはいはい、なんか優秀な人材ほどリモートワークを好んで、うん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 、要は在宅勤務ができないなら、はい、リモートワークができないならやめちゃうみたいな、自由、はい、なんでそんなこと、はい、わざわざ会社に行って、はい、席座って、はい、指示命令受けなきゃいけないの、家で同じことできるわって、うん、ね、で、あるいは、うんうん、なんでね、はい、そんなことを押し付けてくんだというのがありますが、はい、このクロムウェルはですね、うん、その厳しい規律を押し付ける反面、はい、反面それ信仰深い信心深いピューリタンの人物であれば、はい、うんうんうん、出自を問わず、はい、それは派遣社員だろうが、うん、アルバイトだろうが、どんな人だろうが、はい、うん、リーダーに引き上げていく。まさに、まあ、昔ブックオフとかさ、うんうん、なんだ、最近もこの前あったじゃない、そのココイチのフランチャイズ、はいはいはい、若い女性の方が社長に大抜擢っていうニュース、そうそう、フランチャイズだけどね、うんうん、ココイチのフランチャイズを展開しているフランチャイズ会社の社長にこう取り、抜擢したとか、はい、こういう抜擢人事をしっかりと、みんなしっかりとそのルールを守って信心深い態度をしている人だったら、うん、出身が何だと、うん、はい、別に正社員だろうが、はい、子会社の社員だろうが派遣社員だろうが、うん、何だろうが関係ない、はい、優秀で信心深いルールを守る人間だったら出世させたわけです、うん、はい、なるほど、だから 前向けにやる気さえあれば過去のことは問わないっていう、そう、問わない、うんうんうん、それがなるほど、普通その軍隊の兵士はね、はい、今言った荒くれだけど、トップの指揮層とか指揮官、うん、リーダーっていうのは大体みんな、うん、
ね、金持ち、うんうん、貴族だったりとか、はいはい、ジェントリーっていうね、うんまあ、田舎の富豪だったりとか、うんうん、そういう人しか指揮官になれないっていう状況の中、うんはい、クロムウェルの軍隊はやる気とかそういうものがあれば出世ができるってことになったら、うん、じゃあ王様の軍隊とクロムウェルの軍隊どっちに優秀な人が集まっていくかって言ったら、はいはいはい、それはやっぱ評価される組織に入りたいっていうのがもう人の常ですよね。そうなんですよ、うん、だから人間やっぱりいろんなこう組織論とかその前回のね前々回か、うん、前々週か、うん、あの戦国の主君とかのところでもそうなんだけれども、うんうん、やっぱり人間って待遇なんだよね、うんうんうん、どう扱われるか、うん、そう、はい、でそこの中にもちろん賃金が占める割合ってめちゃくちゃでかい、うん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 、賃金っていうのもその評価、はい、待遇を表す大切なものなんだけれども、うんうんはいまあその抜擢してもらえるか、うんうんうん、でさっき言ったリモートワークがいいのか何なのかっていうのも待遇の部分なんだよね、うんうん、で当然規律は厳しくない方がいいんだけれども、はいうん、でもその規律を厳しくすることによって、うん、ほら規律があるんだから、うん、そのルールをしっかり守る人を偉くさせる、うんうんうん、あなたの身分が高いとか低いとかではなくて、うん、ルールを守る人を上げるんですよっていうことが分かりやすくなって待遇が結果、うんうんうん良くなる、うんうん、っていうことこれが徹底されたっていうのが、うんうん、やっぱクロムウェルの軍隊の強さの一つである。なるほど。それが国王軍よりも力をつけるそういったきっかけというかベースになったってことなんですかね。はいはい、特に、うん、そのクロムウェルっていうのは、うん、その国家に忠実に奉仕すれば、はい、それでいいんだと、うんうんうん、だ個人の信仰っていうものこれはまあ、みんなねそんないろんな人がいるピューリタンじゃない人もいるかもしれないけど、うんうんうん、真面目なキリスト教徒であればいいじゃないかと、うんうん、いうことで、はいはいはい、クロムウェルが指揮する敵兵以外のところも、はいうんうん、反国王軍のところではこの運用をどんどん続けていった結果、はい、キリスト教徒としての団結力団結心、俺らはみんな仲間だぜっていう意識が、はいはい、今日は関係ないぞと、うん、同じキリスト教徒だということキリスト教徒、うん、っていうことで王様に対抗する意識というものが強くなり、うんうん、一枚岩になってたわけですね。一枚岩になったということ、うん、これがやっぱり一つ大きいところだよね、うん、なるほど。だからそういう関わりとルール設計がうまく機能したっていうのがクロムウェルの組織としての強さ、うん、これが国王を倒す要因になったってことなんですね。要因になったね、はいはいはい、だからやっぱり戦争っていうものに当然強い軍略化っていうところとか戦術とかっていうのが大切なんだけれども、うんうんうんはい、やっぱりそもそもの兵士、うん、兵隊メンバー、はいうんうんうん、これにねやっぱり恵まれないといい結果というのは出ていかないということなんだけれども、まあ、それをねこの敵対クロムウェルの軍隊っていうものが1645年はい、ネイズビーの戦いで決定的な勝利を勝ち取り、うん、チャールズ一世を捕らえると、はい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 、いうことになったわけです、うん、このネイズビーの戦いっていうのもですね、うん、まさに、うん、こう靴や、はい、馬車を引く人、はい、靴屋や馬車引きが貴族と並んで、うん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 、部隊長となったというこういう状態、うんうん、まさに過去の出自とかその現在のなんだポジションとか関係なく上がっていけた結果その役職を担った人たちなんでしょうね。そう、うんうんうん、だからやっぱりねこうみんながこう能力を持ってというところが、はいうんうんやっぱりこうフラットな組織というか、うんうんうん、その実力本位で選ばれていくっていうものがね、はいうんうんうん、何をするにしても、はいまあ、今 DX 革命っていうことが世に言われてるわけですけれども、はいはいはい、やっぱり能力実力でねしっかりと選ばれて運用していくっていうことが大切なんだろうなと、うんうんうんはいまあグリコのねプッチンプリンの出荷ができなくなった理由とかは知りませんよ、うん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 、誰それがね実力主義じゃなかったからなのか、うんうんまあ、いろんな問題が複合的に絡んでるとは思う、はい、けれども、 けれども、うん、一つね、はい、やっぱり革命を起こすためには、うん、フラットな組織、はいはい、そして報われる仕組みとかルール仕組みとかルールっていうのがね、うん、やっぱ大切なんだなっていうことを、うんうんはい、非常に僕はクロムウェルから感じ取るわけですよ。結構だからクロムウェル自身どうしてもね、うん、そのあんまり、まあ、前回パッとしないっていうようなことを言ったんだけれどもうんうん、うん、どうしてもパッとしない理由というのが、はい、まあ2つあって、はい、1つは、まあ、イギリスって今王様いるじゃん。いますね。だからイギリスでね、はい、やっぱ首ちょ王様の首ちょんぱした人っていうことは、ねうんうん、やっぱ人気がちょっと出ないよね、はい、だってね王室っていうのは今も、うん
なお尊敬を集めているし、うん、まあ、あのエリザベス女王、うん、エリザベス二世陛下がね、うんうんうん、あの崩御された時にはやっぱり英国は深い悲しみに包まれたわけです、うん、まあ、それをねそのぶっ殺すはい、したクロムウェルっていうのは、うん、それは、ね、王政復古の後、うん、ね、屍が晒されてという、はいはいはい、首彼も、ね、うん、遺体が首チョンパされたりとかしてクロムウェルの復讐を受けてしまっていると、はいはい、いや、ね、なんかそのクロムウェルの成果とは裏腹、彼の死後その遺体が首チョンパされたって話ですけど、その首ウェストミンスターホールの屋根に四半世紀も晒されてたということでね、うん、だから国王が復活した後の彼の評価っていうのは相当、まあ、難しい状況だったんでしょうね。そう、うんうんうん、それがまず1点目で、はい、首チョンパしちゃったっていうことで、うんうんうん、まあ、人気がどうしても、はい、下がってしまうということと、うん、もう一個ね、もう一個、これはみんな、ああ、それは人気が下がってしまうってもう納得してしまうね。ほうほうほう、あの反国王派の人たちもね、はい、あの、うん、こあそれは人気なくなっちゃうよ、なんか不倫してたとかそういうこと、不倫じゃないじゃん、そんなレベルじゃないと消費税を導入したんだよね。いやー、消費税首チョンパってことですか。首、王様の首チョンパして消費税も導入しているっていうこのね合わせ技なんですよ、ま、待ってください待ってください、じゃあその彼が仮に消費税導入しなければ、まあ消費税に似た仕組みはできてたかもしれないですけど、生みの親ってことですよね。いや、ね、クロムウェルが導入した、もともと生まれたのは、はい、クロムウェルに先立つこと、スペインからの独立戦争を継続していたオランダでね、はい、軍備調達ために始まったっていうふうに言われているんだけれども、うんうんうん、これを、あ、これはいい税金だな。いやまあね、戦うにも軍事費めっちゃかかりますからね、お金のキャッシュフロー問題になりますと、うんうん、でクロムウェルがそれを採用して、はい、で、はい、クロムウェルがそのね、あ、王政復古した後クロムウェルの首もチョンパされて、はい、うんうん、晒されたって、はい、で、うん、王様戻ってきたっていうじゃない、うんうん、でも、はい、うん、この消費税だけはなくならなかった、うん、あ、まあ国王側としてもこれはいい仕組みだな、続けよ続けよっていうことで、このね、うん、やっぱり、いや、消費税というものを導入したというのは、これはやっぱり不人気の原因になっちゃうよねと。なるほど、いや、それはやっぱ不人気の理由にしっかりなりますね。そうね、せっかく王様を倒して、うん、まあ、みんな平等な世界を作っていこうと、はい、まあ、そのためにはいろいろな、ね、税金とかも、だからみんなでも何のためかって言ったら、やっぱり生活が楽になってほしいなとかね、うんうん、はいはいはい、そういうことだったのに、うん、お前消費税導入すんのかよと、うんうん、いうことで、まあ、はい、クロムウェル、うん、まあね、人気がないということは、これで皆さん、うん、ご納得いただけたんじゃないのかなと思います。はい、日々ですね、我々も 10% の消費税に悩んでおり、うん、まあ、今後ね、ますます消費税っていうのは上がっていくんだろうなっていうふうな諦めに似た感情がありますけれども、うんうん、まあそういった時にはもうね、最後は革命を起こすしかないのかということで、うん、あとはね、クロムウェルを恨むというかね恨むということでね、皆さん、はい、今週もラジオ歴史小話お付き合いいただきましてありがとうございます。ここまでお相手は私リートンとソシでした。バイバイ。バイバイ。ラジ歴会員サイトに登録しませんか。ラジ歴会員サイトに登録いただくと、日本思想復習編の全エピソードをはじめ、会員限定コンテンツをお聞きいただけます。また無料会員だけでなく、月1ドルからラジ歴の活動をサポートいただけるサポート会員も募集しています。番組概要欄に記載の会員登録フォームからぜひ登録をお願いします。サポート会員に登録した後も簡単に無料会員にプラン切り替えも可能ですので、ご安心ください。たくさんの方からの登録をお待ちしています。